アフォンソ四世、アフォンソ四世、1291年2月8日から1357年5月28日は、第7代ポルトガル王、在位、1325年から1357年、ディニス一世と王妃イザベルデ・アラゴンの子、1340年ので負傷しながらも自ら剣を振るって戦ったため、勇敢王と呼ばれる。アフォンソ世は、 隣国のカスティーラ王国とイベリア半島のイスラーム勢力との交想で多くの戦果を挙げた。一方で、ポルトガル経済の発展はアフォンソ4世紀の知性から停滞し、1348年秋のペストの流行によって人口の3分の1が失われた。息子、ドンペドロと恋仲になった次女イネス・デカストロを処刑したことで、倫理。 国家的大義を遵守する厳格な王という印象をもんれている。イネスの処刑は後世の人間の避難の的にもなり、また、イネスを題材とする多くの文学作品が制作された。1291年2月8日にアフォンソ四世は誕生する。父ディニスは秘策に優れた書長子のドン・アフォンソ・サンシェスを長愛し、アフォンソは腹違いの兄。位。 サンシェスに憎しみを抱いていた。1314年にサンシェスが王国執事長に任命された時に兄弟の対立は激化し、ディニスはサンシェスをカスティーリア王国内の事業に移動させる。しかし、アフォンソの側近の貴族たちはディニスがローマ教皇の承諾を得てサンシェスへの上位を図っているとアフォンソを先導し、1320年にアフォンソは シントラで反乱を起こした。母、イソベルの仲裁によってアフォンソは一度は矛を収めるが、1323年に、再び反乱を起こす。1325年1月7日、アフォンソの反逆を許した後にディニスは没しアフォンソが、ポルトガル王位を継承した。アフォンソの即位後、カスティーリアのサンシェスは、侵入を申し出るが、アフォンソは、サンシェスの、 全財産を没収した上で国外に永久追放した。1326年にサンシェスはアフォンソへの報復のためポルトガルに帰還しサンドの内乱が勃発した。兄弟の和解のためディニスの死後にコインブラの修道院に陰性していたイサベルが再び兄弟の中取り持った。 1328年にアフォンソの娘、ドニャ・マリアとカスティーリャをアルフォンソ11世の結婚が成立するが、二人の結婚生活は順調に進まなかった。アルフォンソ11世のマリアに対する侮辱を心よく思わず、1335年に王子ドン・ペドロとペニャ・フィエル・コーフ・アン・マヌエルの娘コンスタンサの結婚が妨害されると、アフォンソはカスティーリャを攻撃した。 ポルトガルとカスティーリアの戦争は4年にわたったが、モロッコのイスラーム国家マリーン長が、イベリア半島に勢力を拡大すると、両国は和解し、同盟を結んだ。1340年10月13日、デカスティーリア・ポルトガルの連合軍は、マリーン長のアブー・アルハサン・アリーに勝利した。戦後、カスティーリアとの対立が再び深刻化し、アフォンソは、イングランド、アラゴンに同盟を求めた。 娘、レオノールを、アラゴン王ペドロ4世のもとに嫁がせて、婚姻関係を構築したが、1348年に、レオノールが、ペストにかかって病没したため、両国の同盟は解消された。1340年に、ドンペドロが、コンスタンサと結婚したとき、ペドロは、コンスタンサの次女イネスデカストロと恋に落ちた。 ペドロがローマ教皇にイネスとの結婚の許可を願い出たとき、アフォンソと帝神たちは強く、ペドロに反対した。ペドロがイネスの兄弟、一族を徴用することをねたんだ帝神たちは、ペドロがコンスタンサとの間に生まれた王子フェルナンドに変えて、イネスとの間生まれた子を王位につけようと考えているとアフォンソに残念した。アフォンソもイネスの父、 ペドロ・フェルナンデスがポルトガルとカスティーリアの両国に強い影響力を有するようになることを得、1355年1月にイネスを処刑する。イネスの継承を知ったペドロは反乱を起こし、道路川とミーニョ川にかけての地域が荒廃したが、母、ベアトリスの説得によって反乱を中止した。1357年、アフォンソ4世は没した。 アフォンソ4世の時代、司法制度の改革が実施される。主要な根性緑、地域の自治体内の判事を、現地の住民によって選出した人物に変えて、外部から派遣した人物を任命した。法廷には上訴権が設置され、民事裁判と刑事裁判が区分されるようになり、民事裁判は、宮廷の交換が担当した。リスボンに駐在するイタリア商人に説得され、 アホンソはカナリア諸島探検の資金を援助した。探検隊が記録した1339年のカタロニア水路氏はカナリア諸島の大部分を正確に記載した知識として知られている。1309年にカスティーリアを三蝶四世の末娘ベアトリスと結婚した。ベアトリスは父ディニスの10枚にあたり、父方の祖母で同盟のベアトリスは三蝶四世の イボ姉であった、また1302年にアフォンソの姉コンスタンサと、ベアトリスの兄フェルナンド4世が結婚していた。アフォンソ4世とベアトリスの間には4男3女が生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。